ですね、まず配布資料の確認をさせてください。配布資料は先ほどお話しされましたけど、新聞のですね、長いですか、はい、新聞の熊日新聞の記事ですね。それと講演の要点というのが大体15、6ページのものが用意されてますので、それとですね、あと中国新聞で裏の方で書籍をちょっと販売させていただいてるんですけど、自費出版で書いたやつを中国新聞で紹介していただいたので、宣伝も兼ねてちょっと紹介させていただきます。じゃあまず本日の内容ですね。目的はですね、原発事故そのものとその影響を把握してもらいたいと、それが目的です。で、それを話すためにですね、まず私のバックグラウンドね、なぜこう私がちょっと私の顔はあんまり映さないでってもらっていいですか。向こうこちらはいくらでも話して結構ですけど、私のバックグラウンドですね、あと原発の原理とですね、問題点、電力が推進するなんで原発をやってるんだというところですね。であと福島事故の水と放射能汚染で内部被曝とその影響、そして我々はこれから何をどうするべきかについて話したいと思います。だいたい何分ぐらい、90分、100分ちょっと超えるかもしれませんがね、疲れたら外に出てまた戻ってきていただける。まず私の経歴なんですけど、私は広島の生まれなんですね。母の実家が広島なので、前春休み、夏休み、冬休みはですね、必ず長居してましたね。だから原爆のこととかもよく聞いてました。で宮崎で育ってですね、で1988年ちょうどバブルの絶頂期に東大の工学部で、お卒業しました。精密機械工学科ですね。でこの時は1988年というと、今振り返るとバブルの絶頂期なんですけど、この時は円高不況と言われてたんですよね。で円高不況なので、私としてはその絶対潰れそうもないね、公益事業だから電力会社と JR と NTT とかね、そういうとこが盛んだったのと、あとはリクルートとかね、証券会社によく行ってましたですよね。そういう時代でした。で私は東京電力を入社して、で私の前にちょうど3人行ってたんですけど、その時にその人は全員原発の方に行ってたので、私も原発の方を希望していきました。いやいやではないんですね。ただこの時ももうすでに人気はなくてですね、電気専攻のやつとかは第1第2第3かけるんですけど、三志望まで原子力にやってた人は全員原子力に生かされてたんですよ。機械系はあんまり選べないんですけどね、電気とか配電とかなんとか全部選べるのに、まかり間違えて原子力第三志望に行くと全員原発にね配属されてました。人気なかったです本当に。で28歳でもう5年経ってですね、福島に移動して5年経ってもうそろそろ嫌気がさしてた頃に、じゃあお前本店に行けって言われて安全グループに行かされました。すいませんね、これが福島原発さんと私でちょっと細表なんですけど、これがね操作室なんですね。こっち側が2号機で向こう側に1号機だったです。そして本店に行った時に上司がですね、この人は技術課長だった武藤栄って、これよくテレビにかずいついていた人は知ってると思うんですけど、この人が副社長になったんですけど、私の技術課長で上司だったね。だから私の顔も知ってるんです彼もちろん。でこの人が副長でね、この人はものすごい、今高橋武って時々最近出てきたので知ってる人はいると思うんですけど、ものすごい切れ者でですね、東大の機械工学の首席と言われてたんですよ。で確かにものすごくよくできて、しかも人柄がものすごくいいんですね。私この2人はね、この人いろいろ気を表現ありますけど、非常にできてね、紳士だと今でも思ってるんで、私今でも実はね年賀状やり取りしてるんですよ。ですいませんちょっと抜けます。で、1995年の阪神大震災とオウム真理教事件の時に、阪神大震災が起きた時私安全グループにいたので、阪神大震災でも大丈夫という資料を作りなさいって言って作ったんですけど、もう即パチを作ってるわけね。で2年ぐらいやってると原子力が危険だっていうことが気づくのと、あとは廃棄物問題もねどうしようもないので、これはやっぱ30までに私そのまま原発をやるかやめて人生を変えるか決断しようと思ってたんですよ。だから30歳の時に辞めました。31歳なんですけどこの時はね。で熊大の医学部を卒業して、
で数ある医局の中でですね、なぜかしら一番嫌いだったのに第二内科っていうところ、血液と腫瘍をやってる科なんですよね。私白血病とかも実際担当したことがあるんですけど、だから通してみるとですね、原発やって医学部に行って腫瘍関係をちょっとかじってるんです。で全部おかしくないですよ、もちろん原発に関してはその彼らより詳しくはないしね、白血病に関してはもちろんいっぱい専門医の先生ほどは詳しくないんですけど、でも通して知ってるんです。で通して知ってるというと多分私ぐらいなものなのでね、それでここに呼ばんでいただいてるんだろうと思って。でまず原発の原理ですね、原発の原理をまず知らないといけないんです。ただ原発っていうと非常にこのハイテクを使ってるように言われてるんですけれども、実はね原子燃料でお湯を沸かしてるだけなんですよ。だからお湯を沸かして蒸気にしてタービンっていう羽根車を回して元に戻してるだけなんですね。だからここを石油の火で作れば石油火力なんです。だ一緒なんです全くね。で蒸気を水にしないといけないので冷却器がいるわけです、冷却水がね。だからそれに海水を日本では使ってる。でこの日本この海水がですね大体7度ぐらい上昇すると言われてますね。でここを見ていただけると分かるんですけど、蒸気と水が接してますよね。これは何かというとちょっと難しい言葉で言うと飽和蒸気という。で飽和蒸気というと飽和蒸気でタービン羽根車を回すとものすごく効率が悪いんです。だからここで出た熱量の3分の1しか電気にならないです原発はね。ところが火力発電所の、コンバインドサイクルで LNG とかを使うとここで出した熱の約 50% 以上が電気になるわけです。だから原発と火力の LNG のコンバインドサイクルを比べると同じ100万キロを発電した時にね、原子力の排熱の方が倍あるんですよ。だからそこもね、だから温暖化に優しいはずがないね、温排水を出してるわけですから。だから嘘なの最初からね。そしてここで核分裂反応っていうのは聞いたことあると思う。ウラン235に中性子が当たって核分裂生成物が出てエネルギーを受けるんですね。でこの核分裂生成物ができるときに熱エネルギーが出て、これでお湯を沸かすのが原発ね、これで人を殺すのが原爆なんです。だから全部で原爆の場合はねドーンといっぺんにやるので、してゆっくりするのが原発で全部同じなんです。でここでね大事なのは核分裂生成物って書いてますけど、2つに割れるわけですね。で核分裂生成物で今一番話題になってるっていうのは何かって言ったらセシウムですね。セシウム134、137あるいはヨウ素131ね、ちょっと勉強してると数字覚えると、そうすると235から131を引いて100前後、これも必ずできてるんですよ。ということはストロンチウム90が少ないって言ってるけれども、大体およそねセシウム130になると1対1でできてるんですよね、放射性廃棄物。それをね抑えていく。だからいくら少ない少ないって言ってもね、どっかにだから海に大量に流れてると私は思うんですけど、それか福島県がね測定値をごまかしてるか、どっちかだと。だからこれねフランス20の広告なんですけど、綺麗な原発があって大気を汚さないふりしてるんですけど、中では核実験をやってるようなもの。でどのくらいかって100万キロワットの原発で1日3発の原爆を作ったものを燃やしてるのと一緒なんです。だから大井原発は今大体200万キロワットで動かしてますから、1日6発分ずつねずっと市内作ってる。1年経つと2000発でしょね、そういうことやってるわけですね。でそのさっき出た核分裂廃棄物、核分裂ねの物質というのは最初のウランからすると約10億倍になるんですよ、放射能がね一挙に増える。そしてだんだん管理していくんですけど、と原子力発電所では約最初の1000年の管理が大事ですよということを言うわけで、1000年っていうとね今から1000年後って想像つかないんですけど、今から1000年前は誰でも知ってるわけです。平安時代ね、平安時代の源氏物語のを読んでね、意味が分かる人この中結構来られてますけどいないと思うんですよ、そのまま読める人はね。現代語訳やなら分かりますよ。だからもうね言語が分からなく時代になる時代、それでもね元になったウラン鉱石の10倍の線量がある。そして数万年後にね大体掘り出したのと一緒になるって言ってるけど、数万年後ってアウストラロピテクスとかねそんな時代なんです。そこまで面倒見ますよって言ってるわけ。
で、このグラフの恐ろしいところはこれ1億年後なんですよ、ね、だから核廃棄物もねもう処理できないんですあれは。そしてもう一つ大きな理由に、原発は安いからやってますよってもう政府もマスコミも全部言うんですけど、ここね、役所が試算すると原発核発電所は約5円、 LNG は6円、石油は12円ぐらいですよっていうのが出てるんですけど、電力会社はね、設置許可申請書っていうのをこう役所に提出しなさいって言われてて、でものすごく分厚い百科事典みたいなやつなんですけど、そのうちの1ページに発電コストがどのくらいか計算しなさいよっていうのがあるんです。で、電力会社はあんな傍若無人な顔をしてね、好き勝手やってるようですけど法律は守る。だから設置許可申請書で、これはで法律出すものは嘘ついてはいけないので、ね、本当のこと書いてある。だから 2F1 っていうのが福島第2原発の1号機ね、 2F3 っていうのは3号機、 KK っていうのは柏崎になるんですけど、見てください。これ理想的な単価で改良工事をしないとして10円なんです。一番安いのこれ、オイルショック前ね、オイルショックは15円してるわけですよ。で、柏崎の5号機になるとね、もう20円近くなっちゃった。で、いくらなんでも高すぎるっていうんで、改良型 BWR っていうのを6、7号機にして、で、これなんで下がってるかっていうのは、ね、これ全部ね、安全関係の装置全部省いたからなんですよ。だからこんな下がるわけね。それでようやく10円、石油火力と一緒。で、これ理想的な単価なので、じゃあ本当の単価いくらぐらいかっていうとですね、福島第一、それは私本店で見ただけで証拠は何もないんですけど、福島第一原発がね約15円ぐらいしてるんですね、1号機でね。あれやればやるほど儲かるって言ってるけど、あれはものすごく線量高いし、もう改良工事をやりにやって、もうねすればするほど赤字なんだ、原発東電からするとね。だけどやめますって言ったら、そのために廃炉とかなんとかいう話になるから、仕方なしに動かしてる。みんなやめたかったわけで、1号機ね。で、このぐらいの15、6円してるんです。で、東通りに今建設中のやつがありますけど、それはねどのくらいかってね30円してた。やるはずがない。で、じゃあ LNG 火力がどのくらいかって、東電が作ってもね6、7円なんですよ。で、石油火力ここになってますけど、これはね、まあその私がいた時だから15年前の価格なんですけど、その当時の石油火力のね、例えば鹿島火力とか古いロートルプラントはね2、3円なんですよ、燃料費だけ。だから原発が一番高かったんです、当時から。それはみんな知ってるわけ、電力会社員がね、安いっていうのは嘘なんですよ。で、役所が一生懸命試算してるけどね、こんなの電力会社っていうのは株式会社でしょ。だから当然あの資産管理きっちりやってるし、計算も全部やってる。発電所の一つ一つがいくらで発電してるか全部知ってるわけ、当然ね。所長の給与決めないといけないんだから、それで出させればいいんですよ。したらね、20円とかいう話が絶対出てくるんですよ。ほんならね、5円、例えば私が発電所にいた時に九州電力が原発の単価は6円とかっていうのを出したら、発電部長が「なんでそんな安いんだ九電は」とかって言ってたぐらいですからね。誰も知らないんですよ、一人歩き。役所がしたやつを一人歩きしてるわけ。電力会社に出させればいいんですよ。そしたら金もかからないんだからね。役所が試算するなんて無理でしょ。役所の方、役人の方おられたら申し訳ないけど、ね、そして電力中間決算で発車純損失でね、代替する火力の燃料費が破産だって言って、今どこも値上げ申請してますよね。で、これに騙されてるんですけど、東京ガスがね、やっぱり電力販売してるんですよ、 LNG を買ってるから。そうすると電力販売の好調ということで儲かってたまらないわけです、独立系はどこもね。だいたい原料は買いますけど、原料以上に利幅して売ってるわけでしょ。それで燃料が増えましたから上がりますっていうのはね、ちゃんちゃらおかしな話な。電力会社以外全部儲かってたまらないんですから、どこも赤字になってるとこないですよ。商店でね、仕入れの値段が加算だからね値上げしましたバカでしょ。そんなこと言ってるわ平気で。じゃあなんでそんなことをするのか、総括原価方式っていうのがある。で、一般会社っていうのは利益っていうのは収入から必要経費を引くと利益になるわけです。だから例えばね、ご主人家庭にしましょうか。家庭にすると旦那の給与増やせと、あなたもう少し残業しなさいよと、家なんか来なくていいからって言って叩くか、旦那 のお小遣い減らしてね利益増やそうとするんですよ。それが普通ですよね。だけど電力会社は必要経費に 3% をかけたら
それは利益として取っていいと。だから必要経費を取れば取るほどね、儲かるわけなんですけど、これやっぱり女性の方ってなかなか生活感がないのでちょっと分かりますけど、総括年賀方式って 3% のポイントカードだと思ってください。ポイントカード持っている人は多いと思うんですね。でポイントカードでどういうことかって言ったら、まあ焼き魚定食とフランスのフルコースがある。焼き魚定食は500円で 3% で15円にしかならないですね。でフランス料理のフルコースは300円になる。じゃあ奥さんはどっち買いますかって言ったら、こっちばっかり頼んでたら会計が破産するでしょ。仕方ないから、仕方ないっていうかこっちの方食べるわけです。だけどこれが普通の会社なんですね。支払い者が義父母だ、自分の懐が痛まない人はどっちを頼むか、当然こっちでしょ、ね、300円ただで入ってくるわけですから。でこっち頼んで、ご主人があのこういう場合の時はね、発泡酒ぐらいにしなさいよとか、2杯食うのかとか言って文句言うわけですけど、こっちならワインにしろだろうね、シャンパン頼めとかね、オプションをどんどんつけていく。でこれを見ていただけると分かるんですけど、例えばこれならもう食器3つぐらいしか売れないですよね。見て、食器もいっぱい売れるわけ、牛肉もいっぱい売れるわけで、この食べてる人がとも偉そうに見えるから、わあこれはあなたお客様だからね、大得意だからどんどんこっちを食べてくださいって言うわけです。ただ電力会社こうなっちゃってるわけです。使えば使うほど儲かる、ポイントカードはね、自分の金じゃないから。だからやってるんですよ原発はね。だからもし原発が本当に安いんだったら、消費者が大英みたいにね、どんどんやってくださいと、頑張ってください、産業界が足引っ張るわけ。逆でしょ今起きてるのは。消費者が全部反対してるわけ、産業界が全員賛成してる、もう産業界儲かるからですよ。そう思えば納得するの。そういうこと誰も言わないね。 NHK でもこんなこと言えば誰でも分かるのにね、総括原価方式って分かって分かんないようなことが言って。福島第一原発ですね、見てください。これ1,2,3,4,5,6 で、ここで大事なのはね、周り山ないでしょ、平野でしょ、ものすごく広いんですよ、綺麗なんです、一直線並んでてね。こんな綺麗な原発はねないですから、他に日本の中で。そしてこの人、地震では設備破壊は起きていない、だ地震ではね壊れてないよ、津波だけなんだ今回はって言ってる。本当か。民間事故調査委員会の報告書ではね、こういうこと言ってる。作業員の証言として、生蒸気だ、主蒸気系が壊れてる、この原発は終わったな、東電は終わりだと。主蒸気系の配管の場所を考えると津波で壊れたとは思えません。主蒸気系の配管っていうのはどこにあるかっていったら、このお釜のところから直接出てるものなんです。だから建物の中にあるので津波で壊れるはずはないんですよ。だその蒸気が出てるんですよ。だからどっかが破断してるわけね、破断、壊れてるわけ。じゃあなぜそういうことが言えるかね、確信を持って。等辺量線図っていうのを国土地理院が作ってるんですけど、ここね、ここは原発のところなんです。東に 2.5 メートルずれてるわけ、そして50センチ地盤沈下してる。だからまあ、これでもね 2.5 メートルずれてね、左下に50センチずれたら、まあ、中めちゃくちゃです、どう考えてもね、マンホールとかめちゃくちゃなはずなんだ。だけどこれはね、いやちょっと私よく聞くんですけど、地盤沈下が起きてるの知ってる方どのくらいおられますか、原発で。ね、ほとんど出てないんですよ。だから誰も知らないんですよ。地盤沈下起きたらね、それ配管壊れないっていう方がおかしいんですよ絶対ね。でもね、役所も一応これは認めてて、報告書も出してる。一様に落ちて一様に移動したから全然壊れてないって書いてるんですよ。笑われるでしょ、それが常識なの。でも役所はそうやってね平気で出して、マスコミも報道しないから誰も知らないんですよ。で女川はどうかって言うとね、ここね 5.3 メートルずれて 1.2 メートル落ちてる。1メートル以上落ちてね、どうにか止まったレベルですよ。でここの辺りはね、もう 5.3 メートル東にずれるっていうことはもうナビが使えない、全部ダメ。そんなところで無理やりどうにか止まったんですよ女川はね。じゃあ福島を襲った津波ね、遠くからこう来るわけ。そして襲った後に、これでも4月か3月かちょっとはっきりしないんですけど、これね瓦礫の山なんですけど、ここをちょっと見てください。これ自動車、これが普通の自動車だから、これがどれだけ大きいものか想像つくでしょう。だからね、こんなの重機で片付けるように片付けようがないわけですよね。それだけひどいのが来たんです。で、じゃあどういうことが1号機で起きたかね、まあ、配管でも破断しました。
一体ね、さっき原発というのは水を湯沸かし器に過ぎないって言ったので、家庭でね湯沸かしをするとこどこかって言ったらですね、これ台所なんですね。これよく使われるガスコンロなんですけど、ここにオンオフのスイッチがあって、ここに火力調整のつながりありますね。で、原発というのはこのオンオフのスイッチがなくて一旦つけたらね、この強弱のつまみだけあると思って、このあとどうなるかを考えれば、まあ大体およそ分かるんです、誰でもね。で、あともう一つ重要な単語にベントというのがあるんですけど、ベントって言われるとわけ分かんないんですよ。NHK のアナウンサーも分からないのに説明してるから、私が聞くとね、わけ分かんないこと言ってるわけで、結局誰も分からないんですよ。そうじゃない、ベントっていうのはこれありますね、シューって抜くやつね。家庭の主婦の方なら圧力鍋持ってなくても圧力鍋に憧れてる人が多いからね、分かると思う。この空気蒸気抜きをベントって言うんですよ。でそれでね、全部分かるんですよ。で、原子炉の大きさはね、近くに行った人ほとんどいないので分からないと思うんですけど、ここが炉心ね、これが格納容器ね、見えないですけどここにいるのが人なの。ものすごくでかいんですよ、これね。だから私はその熊台に行った時にバックパックでいろいろエジプトとか旅行したりとかね、中国旅行行ったんですけど、原発の中に勤めてたので驚いたのはね、ピラミッドと万里の長城ぐらいなんですよ。あとはイタリアに行ってもね、そんなに驚かないんですよ。そのぐらいでかいんです。もう人類ができる最高の大きさだと思うんです、私ね。一つの目的、シナリオなんですけどね。これ2008今からご覧いただく映像は、沸騰水型原子炉の設計基準事項を超えるような、いわゆるシビアアクシデントを想定し視覚的に説明したものです。この例では20数時間に及ぶ事故の経過をおよそ5分の映像にまとめています。リーダーバリアルマーク1っていうのはね、福島と全く一緒なんです。このドーナツ型が特徴。それではマーク1型格納容器を例に、原子炉圧力容器につながる大きな配管が破断し、大量の放射性物質が環境に放出される様子をご覧いただきます。だから生蒸気だ、生蒸気が漏れてるというのは原子炉圧力容器につながる配管が破断したのと一緒なんです。でこれ ね作ったのは2008年の12月なんです。事故の3年前ね、約ね、2年ちょっと前、まあ、知ってるわけです。じゃあこれちょっと進めていきますよ。これは事故発生後に制御棒が完全に炉心に挿入されたことにより原子炉が停止し、その後炉心を冷却するための全ての注水に失敗するケースです。だから地震になったらね、必ず止まるって言うんですよ。でも止まらないね。さっきのね、原子の、核ガスコンロで言ったように弱火にしただけなんです。だからで今回津波で全部流されて電源も何もかもやられたので、全ての注水に失敗するケース全く同じなんですこれね。でこれがね、通常の運転状態なんですけど、通常の運転状態というのはこれ鍋で言うとね、パスタのを茹でてるようなもの。これでいくら強火であっても弱火であってもね、怖くないんですよね。これ料理でよくやることなんです。だからこういう状態に原子炉がある限り、近づいても何にしても全然怖くないんですね。でこれを保たないといけない。でここで配管が破断してますね。ここから蒸気が漏れてきますよ。配管破断事故が発生すると冷却剤が流出し、原子炉圧力容器内の水位が低下します。で原子炉の水位が低下して、さっきのパスタ鍋からちょっとひたひたのね料理ぐらいになる。でこれで見ると材料が水の中にある限りは別に怖くないですよね。でもこれでも止められないんです。注水に失敗するため炉心が露出します。炉心が露出すると燃料の冷却ができないため、
残留熱により燃料温度が上昇します。そして最も温度が高くなる炉心中央部の燃料が溶融します。見てください、水が足せなくなったら30分後には溶けちゃう。溶けるっていうのはだいたいこんな感じね、鍋の材料を焦げ出したような感じで、さらにいきます。溶融した燃料はやがて原子炉圧力容器下部に到達します。解析により事故発生からおよそ1時間でこの状態になると予測されます。だから 1時間でね、もう焦げついちゃってるわけです、地震が起きてね。まあ、それは いろいろ頑張って入れてたと思うんですけど、これをね、焦げついた状態をメルトダウンって言います。だから鍋底に焦げついた状態ですね。これ家庭の主婦の方なら何度かしたことはあるでしょう、おそらくね、荒らしまったみたいな感じ で、ここまではねリカバーできるでしょ。旦那に鍋さえ捨ててしまえばバレないわけです。原子炉圧力容器は厚さおよそ12から15センチの鋼鉄製ですが、溶融した燃料は非常に高温であるため、ついには原子炉圧力容器を貫通します。解析により発生からおよそ3時間でこの状態になると予測されます。だから高温であるためって言ってますけど、沸騰水型原発はその構造上ですね、下から制御棒が入るんです。下から物が入るっていうことはそこに穴が開いてないと入らないですよね、当然ね。だからザルなんだこれ。だから沸騰水型原発ではメルトダウンしちゃうと必ず抜けるんですよ。圧力あの鋳型にあるのはね、加圧水型なのでそこはしっかりしてるんですけど、水位はよ。だから福島原発はこうやってメルトダウン起きたらもう必ずメルトスルーしちゃうんです。燃料を圧力容器から出ていってるんです。これはね、これ出ていってないっていうのはね、もういろはの意が分かってないってこと。沸騰水だってザルがあってね、そこに溜まったらさ抜けるでしょ、どうやってもね。でも絶対抜けてるんです。だからこれをメルトスルーって言います。貫通した溶融燃料は原子炉圧力容器を支えるペデスタルの中間床面に落下します。そしてコンクリートの床を侵食しながらガスを放出し、格納容器の温度および圧力を上昇させます。だからコンロでいうとマーク1型格納容器では、その後溶融燃料がコンクリートで形成されたペデスタルの中間床面を貫通し、さらにその下部にあるコンクリート床面上に落下します。だからこれもう鍋の中に収まってないわけ、事故がね。だからこうなってるわけ。こうなったらもういくらなんでも旦那でも何でも気づくですよね。もうこうなったら消防車を呼ぶしかないんです。さらにいきますからね。で上部でこう当たるとのコンクリート床面に落下した溶融燃料によりガスが発生します。このガスが格納容器内に充満して、温度および圧力が徐々に高くなります。そして圧力が格納容器の限界を超えた時に、格納容器のフランジ部から原子炉建屋内に大量の漏洩が起こると想定し、防災策を講じます。漏洩したガスには気ガスやヨウ素などの放射性物質が含まれており、原子炉建屋を経由して排気筒から環境に放出されます。だこれをベントというんですね、はい、環境に出したので、さっき言ったのは圧力が漏れてくるっていうのはここから蒸気が漏れ出している状態なんです。もう進展しちゃってるわけです、ベントをするという時はね。だから、まあ、圧力鍋でいうとこれが爆発したらもう台所もう壊滅でしょ。それぐらいならその中にあるものを出しちゃえっていうのがベントなんです。だからベントをしても周囲に放射性ガスを撒き散らしてもはや収束できないっていうことなんです、ベントするっていうのはね。それが起きちゃってる。今回は防災用事故シナリオ理解のために配管破断に起因する最悪の事例をご覧いただきました。万一放
した事態に至った場合でも住民の方々に安全安心していただけるように、日頃から防災担当者への訓練を通して原子力災害時の対応能力の習熟に努めております。まあ、訓練してても、もうダメでしょ、もう出しちゃってんだからね。ふざけてるね、これが。でこういうこと知ってるわけです、盆栽館はね。だから逃げ出してってるわけね、大熊から。だからちょっとまとめてみましょう。メルトダウン、メルトする、メルトアウト、よく分からなかったと思いますけど、メルトダウンっていうのはの鍋底が焦げついた状態ね。だから これなら旦那にバレないんです。でメルトスルーっていうのはもうコンロ全体に回った状況なんです。でメルトアウトっていうのはもう台所を過ぎてね、家全体が燃えた状態に、そうなってるわけです、福島はね。台所の再建なんか無理でしょ、家壊すしかない。While officials claim that both blasts were hydrogen, 次ね、1号機と3号機の爆発なんですけど、両方ともね水素爆発って言われてるんですけど、これ全然明らかに形が違いますよね。1号機はこっちの横、3号機は上に立ってます。で1号機ね、この辺をちょっと見てます。ここねスパーンって抜けて横にずれてますね。3号機見てここオレンジが、オレンジの光が光ってますね。Its first smoke is pitch black, and while the force of Unit 1's blast is almost entirely lateral, the forces. だ全然違うんですか、1号機3号機。水素爆発のはずがないんです、両方とも。Carrying mad. こっちは水素爆発。で、ここにピカッと光って、こうやってこう出てる。これキノコ雲ですね。で、これはニュークリアフュージョン1本の形で、これ原核爆弾。Downward rotation of mushroom cloud caps is equally apparent in both cases. で、ちょっと巻き戻しますよ。While all nuclear explosions have these thermally driven characteristics, ほとんど一緒でしょ。Not all explosions with these characteristics are nuclear. So while the visual evidence may be consistent with Busby's speculation.でピカッと光ってね、ドーンと上がってるんですけど、このね噴煙も遠く離れてるとこから見てるのでよくわからないんですけど、これ100メートルだ。比較するとね600メートル以上噴煙が回ってる、ものすごい爆発が起きてるんですよ。じゃあオレンジ色の光が光ったとこどこか、ここなの、抜けてるでしょ、こすこってね。で周り見るとこれものすごい鉄骨なんです。人が抱えられないぐらいの鉄骨を燃やしないようになってる。だから鉄が燃やしないようになるって言ったらね、もう数千度になってる。数千度っていうのは普通の火では出ないんですよね。こんな感じでね、全く原型をとどめてないんです。そこチェルノブイリ原発一緒でしょ、これとこれね、ほとんど一緒なの。これ福島だって言われたらね、あそうだろうねって普通の人は言うと思うんですよ。ちょっと違うけども一緒なの。そして広島原爆ではこうやってね雨のようになってね、鉄骨がね。そしてあそこのポコッと抜けたところに何があるかって、使用済み燃料プール。であそこは MOX 燃料というプルトニウム混合燃料を燃やしている日本で何番目かの原発だったので、その時に安全ですよっていうことを示すためにね、これ3号機のね燃料プールが公開されてる。でその燃料プールは去年 あの事故の起きた5月にね2つ見てるわけです。そうすると3号機はね瓦礫の山でね、中は全然見えない、めちゃくちゃなんです。4号機はどうかというと4号機は綺麗なんですよ。だから4号機の子怖い怖い、確かに怖いんですよ、1500-1600本あってね。だけどこんな綺麗だから取り出そうと思ったら取り出せるんです、放射能さえなんかすればね。3号機こうなってるんだから、取り出したくても取り出せない、中どうなってるか分からない、そんな状況なんですね。だから1、4号機の状況が出ると、1号機は私も水素爆発だと思うんですけど、こう鉄骨が残ってるんですね。3号機もめちゃくちゃなんだ、4号機もめちゃくちゃボロボロ壊れてる。だけど3号機の壊れ方と4号機の壊れ方で何が違うかといったら、これものすごい線量が高いんです3号機はね。4号機はね一応人が立てるんですよ。でそこが違う、だから4号機一生懸命やってるけど、3号機はね手つかずだよね。で怖いことにこの3号機のね爆発したでしょさっきね、あの時はね放射能がほとんど出てないことになってる、試算ではね。じゃあ今回の放出放射能のね、最初言ってたの福島は4機で280万キロワットあるわけです。一番最初に発表したのはね、37万テラベクレル要素換算で出ましたよって言ってきたんですけど、もうテラって言われた時点でもう何が何だか分かんないんですよね。ギガとかテラとかね、ああ多いんだろうねっていうぐらい。
じゃあキュウリっていう昔の単位に直すとね、これ1000万キュウリっていうきれいな数字になるんですよ。おかしいでしょ。4期爆発してね、1000万キュウリになるはずがないんですよ。1532とか言うなら分かりますよ、4期としてはね、きれいな数字なんです。そして福島とチェルノブイリは520万テラベクレルって言ってるんですけど、ある核燃料っていうのは出力に比例するので、福島は4基で280万キロあった、チェルノブイリの3倍の燃料がある、少なくともね。そして使用済み燃料プールがある。でチェルノブイリは1基のみ でしかも40年経ってるでしょ、大体ね。チェルノブイリは1基のみで1986年に起こしたんですけど、これはね1983年に稼働した最新鋭プラントなんだ。綺麗な原発が爆発して、しかも出力は3分の1しかなかったわけ。どっちが多いか出たのはね、まあ明らかない。そして国際原子力評価尺度 INES っていうのがあるんで、レベル7、レベル7って言ったでしょ。じゃあレベル7はねどのくらいかって言ったらね、要素換算で数万テラベクレル、さっき言いましたね、37万テラベクレルって数万テラベクレルのさらに一桁上でしょ。もう余裕でレベル7だよ。だからもうとんでもないのが出てるわけですよ。レベル6になることありえない。で原子炉や放射性物質が壊滅、核兵器がね再建不能、まあそうですよね。だレベル7になってね、放射能拡散しかも止められてないでしょ。だチェルノブイリ超えてる。これで健康被害が起きないならね、原発の安全措置いらないですよ。でしょ、逆説的に言えばね。レベル7なの、それを忘れてはいけない。で福島の核燃料量はどのくらいかって言って、まあいろいろ足すとね346トン、それ1、2号機のね燃料プール入れなくてですよ。で4号機も入れなくてね、わけが分かんなくなってるのはね350トン近くある。チェルノブイリで180トンって言われてるね、明らかに多い。そしてどうして多いと私は言えるかって言ったらね、要素セシウムの放出量ね、キセノンが1100万テラベクレル、要素が15万テラベクレルって言ってテラベクレルでごまかされるんですけど、じゃあ重さね、物質なんとか重さがあるでしょ、重さに換算してみようよって言うと、要素の131に至ってはね 40g が去ったの、片手に入るぐらい。この計算が正しいとすればね、セシウム137に対してはね 5kg ぐらい、ペットボトル1個ぐらい、そんなはずがないんですよね。そもそも何1トンとか2トンとか言ってるんだからね、これ全部足したってね100キロどころか10キロぐらいでしょ。100キロ1トン、1000キロが出てるっていうのに10キロぐらいしか計算してないわけ。とすると約福島は多分2桁ぐらい上を出てるんじゃないかと私は思ってるね。でその非常に小さい解散量で広島原爆と比較したらね、それでもセシウム168倍出てるっていうのは認めてるんですよ。ということは一桁上で2000発ね、で1万発分降ってるかもしれない。そういうのが出てね、被害が起きないはずがないか、復興できるか、無理なんですよ。そしてその証拠にね、この人は小森さん、小森常務なんですけど、ラディエーションリークシアレスイナフトゥキューピー、これね日本語で配信されてないんで仕方なしで英語のやつ持ってる。致死量の放射能量が出たっていうことをこの人は認めて泣き崩れてるわけですね。でちなみにこの小森さんっていうのは私が発電所時代に本店の辞令をくれた方なの、私知ってるんですからね、真面目な人なんです。で収束したしたって言って、もう昨日なんかフジテレビでね、もうこんなに大変だったんだよっていうような映画みたいなやつが流れてたんですよ。そんなことはないんですよ。なぜか原子力緊急事態を宣言中なの。まだね解除されてないんです、安倍さんもね。原子力災害の防止を図るため応急の対策を実施する必要があると認めてる状態なんです今でもね。それが何で表に出てきたかって言ったら、原子力規制委員会のね同意人事が揉めてた時に、民主党の造反が出るの出ないので採決取れなかった。その時に採決を送った理由に原子力緊急事態宣言が続いてるからまだ採決はしませんよって言って先送りした。それが2012年の11月の話。安倍さんね、この人ね、自民党の総裁時代、まだ首相になる前ね、福島原発のところでねマスクだけで行ってるんです、背広ネクタイでね。でもどういう答弁したか、2013年2月19日に
もうすでに私も何回か答弁しておりますが、収束ということで前政権がそう判断したわけでありますが、とても収束とは言えませんって認めてるわけですよ。収束してないのはね、認めてるわけ、自民党もね。でも再稼働っておかしいでしょ。忘却が何より味方推進派って、レオン停止レオン停止って言ってね、やってる。じゃあ見通しはどうなんだと。人類にはね、原子の火を止めることはできない。だからアメリカの能力を持ってしても、ロシアの能力を持ってしてもできないんですよ。なぜか、ソビエトはね、原発原爆を何回も作ってものすごい実験をして、手痛いウラル事故とか起こしてるから、日本よりノウハウはあるんですよ、事故に関するね。それが25、6年ほったらかしでしょ、チェルノブイリね、石棺だけなんで。日本人には無理なんですよ、ロシアにできないんだからね。ロシアの上なんですよ。だから30年40年で入ろうって言ってるけど、これね、30年って言ったらね、できないっていうのと一緒なんですよ。これできないの。ここにいる人がね、ちっちゃい子も含めて大人になって死ぬ時も絶対収束できてない。収束は誰も知らない。だからロシアソビエトもね、ちょこちょこっとって口出すけど、全席に追わされたらたまらんからね、誰も言わないわけです。除染とかでやってる。で、人類史上最大最悪の事故で、徳島は安全だと思ってるのかもしれません。そんなことはないんです。これがね、福島のね状況なんですけど、でここでね、仙台がやられてるんですよ、一番濃い時にね。女川原発もね、ものすごくかかってますもんね、ここね。そして南にずれて、静岡から新潟からね、いっぺん舐めてるんです、一番強い時にね。だから見てください、これここで終わるはずないでしょ、原発ね。で、なんでひどかったかって、原子力空母のロナルド・レーガンが3号機が爆発した時に海域から逃げ出してる、友達作戦がね。なんでか、低レベルの放射性汚染を検出したため逃げますよっていうふうに報道はしてるんですけど、まあ本当かどうかわからないけど、私の聞いた情報によると、原子力空母なので機関は原子力なんです、核なんですよ。だから乗組員を守るために放射能の装置あちこちについてるわけ、当然ね。自分の機関がやられたら、それがね、全部振り切れちゃって、自分のところやられたのか外からかわからないから逃げ出したっちゅうの。納得できるでしょ、十分あり得る話なんです。で、この人たちが告訴を起こしてますよね、日本に対してね。で、九州大、まあ、ここ私九州にいるんで、4月6日7日でね、ほら見てください、これも徳島も当然入るんですけど、もう何度も来てるんですよ、これね。でもこれ日本だけでしょ、まだ外にあるわけですからね。もうちょっと広げましょう。アメリカね、ここは福島、ここは九州、四国ね。こう見るともう四国とか九州とか距離があってないがごとしでしょ。で、偏西風がちょうど吹いてるわけ。そうすると放射性物質が消えないからね、拡散するだけですから、渦に乗って西海岸とかね、いっぱいやってるわけですよね。で、こっちに吹いてるから、意外とこの辺よりこっちの方がひどいでしょ。だからこっからね、こっちに逃げずに、こっちに逃げた人は放射能と一緒に行ったようなもんなんですよ、正直な話ね。だから西海岸、アメリカのね、カナダ、アラスカ、シベリア、結構汚染されてるんですよね、赤道もね。むしろこっちの方が少ないぐらいなんですよ。こういうことを起こしてるわけですよ、まあ、アメリカも黙ってるけどね。見てください、福島周辺ものすごい赤いですね。でも西海岸もね、アラスカもシベリアも結構汚染されてるわけだね。あと海洋はどうか、1年ね、due to the eddies dominating the flow field in this area. After one year, maximum concentrations are diluted by 2 orders of magnitude and already crossed the dateline, further heading east. The southern edge of the tracer cloud reaches the Hawaiian Islands after about 2 years, while the northern edge has begun to enter the Bering Sea. Meanwhile, concentrations near Japan have been dropping significantly due to replacement by less contaminated waters through the Kuroshio,黒潮でこう収まる、薄められるんですけど、全部太平洋がね、いくら広くても全部汚染されちゃう。
真っ赤っかちか、ね、薄くなるわけですよね。これが2012年7月もう今から半年ぐらい前ですね。こうハワイね、見てください汚染されてるわけですよね。この辺の復興柿とか食べても当然汚染されてますよね。で特にね、私これが悪質だと思うんですけど、あなたが子供だった時、東京の放射能は1万倍っていうね、週刊新潮、これ御用雑誌だと思うんですけどね、こういう記事を出してるんです。でこれだけ見てね、石のかなりの部分が核実験の時の方が多かったのにね、何騒いでるんだと言うんですよ。本当か、これ産経が出してる記事なんですけど、放射能の効果水っていうのを出してる。核実験の最盛期はここ辺10から100ね、時々こう100、まあでも700ぐらい、こう下がってきて、チェルノブイリでやっぱりね、核実験と同じぐらい起きてるわけで、下がってきてこれ100でしょ、1万分の1ってここなの。福島の事故が起きる前は放射能は核兵器実験の1万分の1だったというのは正しい。事故が起きたら見てください、これ茨城ね、今まで降ったことのない放射能が降ってるわけですよ。誰がどう見てもね、これ明らかですよね、降ってない。そして恐ろしいことに、福島では未だにね、1日でここの1ヶ月分の放射能が降ってるんですよ、セシウムがね。それだけ降ってるわけで、この後も下がってるけれども、で福島はね、じゃあその3月どれだけ降ったか、ここは1000ですけどね、334万ベクレル降った。もうここ上ぐらいになっちゃうわけです。ものすごい量が降ってるんです。今まで降ったことがないんです。でこれはね、対数メモリなのでごまかそうと思ったらごまかせるんですけど、通常メモリにするとね、核実験最盛期がここ、チェルノブイリがここ隠れるね、東京はここ、茨城ここ、福島この辺なの。降ったことのないのが降ってるわけで、ただ私のこれを信用したらいけないんです。これね、ネットに見れば文部科学省がね、このデータ公開してるんですよ。調べれば全部わかる。だけどさっきの1万分の1だっていうのが一人歩きしてるわけ。今まで降ったことがないことをしてる。だもう日本全国モルモット状態なわけね。で日本の汚染状況ね、これちょっと私いただいたやつなんですけど、これあの地図入ってますので見ていただければと思うんですけど、チェルノブイリと比較、濃縮尺で見ると、見てください、これ福島ね、これ海だから少ないだけなの。見てください、これあんま変わらないでしょ、汚染具合はね。むしろチェルノブイリよりねひどいんですよ。どうひどいか、チェルノブイリと比較してね、放出放射能量はね、さっき述べたように3倍以上なんだから、チェルノブイリも多いんです。しかもチェルノブイリは1月2月で止めちゃったけど、今未だに絶賛開放中なんで、もう2年経ってるんでね、もう絶対多いんですよ。もうそれ誰が見てもそうなんで、チェルノブイリの再汚染地帯っていうのは148万ベクレルぐらいなんですけど、福島の再汚染地帯っていうのは、ね、大熊で3000万ベクレル10倍以上だから、ある極地でチェルノブイリより再汚染がしてるっていうことは、だんだんなだらかになるわけでね、そこだけ高いわけじゃないんですか。だから福島のかなりの部分がチェルノブイリよりはるかに汚染されてるんですよ。で人口密度からはね、日本の方がはるかに多い。で3年後から隠せない被害が出るでしょ。今でももう結構ね、芸能人やられてますけどね。でどういうのが出てるか、福島県浪江町では2011年の5月に耳なしウサギって言われてて、でこれも嘘か本当かって言ったらね、でこれでやっぱ放射能の被害で怖いと思うのはね、5匹ぐらい生まれてるんですけど、耳なしは1匹だけなんですよ。ほんま騒ぎすぎだで終わるかもしれない、誰も断定できないんです。5匹が5匹とも耳なしになりゃね、そりゃおかしいっていう話になる。で奇形植物、北海道ね、ひねり技決まった、グリーンアスパラなんですよ。まあ明らかにおかしいけど、みんな喜んじゃってるわけね。で福島県の福山市、だるまもおめでたいですね。こういうね、融合が起きやすいんですね。でこういうね、奇形は同じ遺伝子を持つ我々もね、やっぱり出てるんですよ。広島長崎を見るとね、出ないことに公式はなってるけど、おっぱいメロンとかね、福井で融合キュウリ、これも多いんですよね。珍しいね、珍しいからこう新聞記事になって私の目に留まるわけですけど、で米国のね、西海岸でもやっぱりズッキーニでこんなのがありましたっていうのが出てる。
さっきのねあれ見れば、ああ確かに西海岸やられてるから出てもおかしくないなと思うし、もちろんこれが放射能かどうかっていうのは私は証明できないし誰もできないと思います。でナスビも変形する、福島はこう5本指のナスビね、埼玉は2つで、奇形ひまわり、これ香川県ですけどね、私これ合成かと思ったの、合成じゃないんです、新聞記事に載ってたんでね、花火なんか花火で、これ埼玉県めちゃくちゃでしょ、形になってない。で米国西海岸に住んでる、私もブログ書いてるので時々海外の方からメールもらうんです。サンフランシスコにこんなね汚いね、これレモンだったと思うんです。でこれはひまわりね、やっぱ奇形が出てるわけで、熊本市もね、私これ通勤路なんかおかしいと思ったら、普通のねやつはこうやって一本の茎なんですけど、これでもちょっと太いんだけど、こう横に帯毛、帯のような体毛って言うんですけどね、こういうね異常が起きるんですよね。でこれは熊本の新しい造成したところだったんですけど、おそらくこれ私は、まあ、放射能のせいだと思うんですけど、熊本市でもね安心安心と言ってもね、やっぱりそれなりに降ってるんですよ。で白いカラスも出てるね、2011年9月27日白いカラスで、この時の新聞は何て書いてあったかって言ったら、震災のストレスかもとか書いてあるね。で11月に島根ね、もう綺麗ですよねこれね、もうカラスまで黒く白いカラスが出てるんですよ。そしていろいろ死んで、熊本市街でこうスズメが死んだりとかね、2011年の12月の熊日で、今年の冬は小鳥がいないとかって言って、見てる人はね多分メジロも徳島も減ったと思うんですよ。2011年はねほとんど来なかった、ちょっと最近増えたかなぐらいだと思う。これで一番ね野鳥に詳しいっていうのは誰かって、日本野鳥の会のはずなんですね。野鳥の会が騒いだっていう話は聞かない。なぜか、日本野鳥の会非常に綺麗なホームページがあるんで見ていただきたいんですけど、スポンサーがね電力会社なんです全部の電力会社が入ってる、あと建設会社ね。だから電力会社からすると何かなった時に黙ってもらうためなんで、電力会社10社がねお金も払わんって言ったら活動できないですよ今までのね。で私こういうこと言うとね、あいつ嘘言ってるかもしれないって、やっぱ見てほしいんです日本野鳥の会ではね。そういうことでやっぱり知識増えてきますよね。で放射線と放射能、まあちょっとこれ飛ばしましょう。医療用の放射線っていうのがあって、これでね医療の人はやるんですけど、 X 線っていうのは、まあガンマ線とほとんど一緒なんですけど、それがこう出すわけね。で福島の放射能とこの放射線と何が違うかって言ったら、放射性物質があるかないかな。だから医療被曝を防護するときにね、こんな格好で透析室にいる人はいないでしょ、こういう格好ですよね。でも福島にいる人はこういう格好をしても何の意味もないわけ、汚れてるわけだ。だからこうやって防毒マスクとね、こう防護服着て田植えするわけですよ。これ合成じゃないんですよ。だから放射能を正しく怖がるって言ってね、 0.3 マイクロシーベルトはお母さんとかが怖いと、ホットスポットが怖いって言うと、パッと計算してね、ここにいると 2.6 ミリシーベルト1年間仮にいたとしてもね、そうすると俺は毎年20ミリシーベルト浴びてるんだから、そのくらいで問題が起きるはずはないという医者が多いんですよ。だけどそれはこれとこれの違いなんだからね、話にならないわけです。それを混同させてるわけで、放射線の管理基準って 0.6 マイクロシーベルトパワー以上ですよ。放射線の管理基準はこれなの、ここに入ってる時 0.6 でいいんですよ。私もそのぐらいでいいと思います。閉じ込められてればまあいいでしょう。だけど閉じ込められてない、福島はこういう状態なの。だからここの 0.6 とこれの 0.6 全然意味が違うわけですよね。これを混同させて全部ごまかして、福島県庁に私電話したことがあるんですけど、これでごまかされてるわけですよ。で私のが電話して、これじゃいかんって言ったら、お前は風評をまき散らすっていう言って電話切られるわけですよね。じゃあどういう時にこういう装備をしないといけないか。原発内であれば400キロベクレルパー平方の汚れがあった場合にこういう格好しなさいって決まってるんでね。それが大体どの程度かっていうと、線量に直すと 1.3 マイクロシーベルトに大体大雑把にするとなるんですよ。だからその地図でね見ていただけると分かるんですけど、残念ながら福島の中通りが入っちゃってるんですよこのエリアにね。だから 1.3 マイクロシーベルトになって、枝野とね岡田が行ったわけ、そこに。
まあ、こういう格好をしてるわけ。これ絵だ、見てください。自分フル装備ね。ここ女の人なんかちょっと見にくいですけど、マスクしてるだけなの。岡田に至ってこれ飯舘村の村長と思うんですけど、全面マスクにゴーグルしてね、これ見にくいんですけど、自分は手袋してるわけ。飯舘村の村長はね、素肌なんですよ。これどっちがおかしいって、これがけしからんわけじゃなくて、こっちが間違ってる、これは正しいわけですよ。そういうところだったわけですよね。それだけ汚染されてたわけです。だから外部被曝と内部被曝ね、何が違うかっていうと、結局外部被曝っていうのは外から来るだけなんです。内部っていうのは取り込む可能性があるのは内部被曝っていうんです。ところがね、山下俊一っていう人がいるんです。私と名前が一緒なんですけどね、シーベルトの数値が同じであれば外部であっても内部でも一緒ですよと、だから心配いりませんよということを言うわけで、これでね、シーベルトが同じというとベクレルなんですね。普通ベクレル出るんですよ、野菜とかね。野菜をベクレルをシーベルトに換算する数値に実効線量係数っていうのがある。これがね、最もね、詐欺の大元なんですよ、私に言わせればね。だからこれを認めてしまうと、セシウムをね、例えば500ベクレルのものを食べてもね、もうそれを何1年間で1キロずっと食べ続けて、ようやく1ミリシーベルトに、ね、違うな、11トン食べると100ミリシーベルトになるから、あなたたち11トンも食事しないでしょと、だから安全ですよって。違うんです、ここが違ってるからね。全部騙されてるわけですよ。で、内部被曝は何が怖いかというと、がん白血病はみんな知ってるんですけど、本当はね、やっぱり細胞がどんどん大事なとこ死んでいくわけですよ。血管が壊死するとね、突然死につながって心筋梗塞や脳卒中が増えたりする。心筋梗塞増えてますもんね、実際。脳梗塞も増えてる、あと骨折も増えてる。で、知能低下も起きる。今日の新聞の一面トップは、避難している子どもがなかなか勉強できなくて学習能力が上がらないというのが書いてある。で、それはストレスになってるんだけど、本当にストレスかもしれないけど、被曝の影響もあると思う、ね、十分な評価が全くなされないと、わけわかんないからね。じゃあ内部被曝をやっぱり知りましょうと、勉強しましょうと。で、なんで内部被曝をこうやって隠すのかと、ことごとくね。なぜかって言ったらね、核兵器なんですよ、やっぱり。アメリカ様なんですよ。アメリカ様が核兵器持ってるからね、日本はお前植民地のくせに文句言うなっていうことになってる。だけど我々やっぱり日本人で物を書き記す性質もあるしね、やっぱ勤勉な国民なんです。だから広島長崎の実体験を見れば、今後福島でどうなるかはね、分かるわけ。これ3人の方は、まあ、いっぱいいられるんですけどね、私がちょっと尊敬してる日田先生ね、28歳の医師で、今94歳でご健在で、非常に、これ日田先生ご存知の方どのくらいおられますか。あ、結構おられますね、6割で。橋爪文さんね、この人あんまり出てないと思うんですけど、この人はあの原発と、ね、原爆は同じもので、もう止めなくちゃいけませんということを最初から言われている方でね、私非常に尊敬してね、非常に前向きな方、今80歳ぐらいね。あとこの間亡くなられてしまいましたけど、中澤啓治ね、裸足の弦見てください、裸足の弦、エデュコミックス、アイソーイっていうの、ここもう十何カ国語になってるんですね。これ裸足の弦見られた、読まれた方のどのくらいあるでしょう。まあまあおられますね。ああ結構多いですね。これはね、ぜひね、また改めて見てほしいんですよね。いろんなことがね、そのやっぱり身に染みてないでしょ、読むときね、ちっちゃい頃はね、うんうん、怖いな、原発、あの原爆はなんですけど、今してみるといろんな症状が克明に書かれてますからね、ぜひ読んでくださいね。あともう一つ、広島日記っていうのもある。八谷道彦さんっていう人が、被爆当時ね 1.6 キロぐらいの低心病院にいた人が、ずっとどういうことかが起きたかをね、克明に書いて解剖までされてますもんね。で、最初に起きたのが赤痢なんですよ。赤痢が起きて白血球がなくなって人が死んでいくということをね、克明に書かれて1000円ぐらいなんですけど、実はね、福島原発が起きた後も赤痢起きてるんですよ、3、4箇所でね。で、入試被曝というのがあると。入試被曝、これ裸足の弦の一挙なんですけどね、原爆が落ちた後に入試した元気な兵隊が次々と死んでしまう。だからピカっていうのに全然合ってないのに死んでいくわけですよ。
お母さん、あの原爆が起きて落ちてご主人が被爆して奥さんが探しに行くと、その人が先に死んじゃったりすることがあるわけで、どこも綺麗なんですよ。で、政府は公式に発表し決めて、あの認めてないんですけど、これもどれにでも書かれてる。で、これの被害を認めないということで、飛田先生がおかしいおかしいって言って調べて、ずっと反核の運動されてたわけですよ。書いてあるわけね、これ裸足の弦を助けてくれた熊本から来た人がね、助けてこう絡ってる間に途中で咳で起こして死んじゃうわけですよ。ガタガタ震えてね、そういう一節なんで、もう山のように人が死んじゃうわけね。あと原爆ブラブラ病というのが、非常にだるい、仕事ができない、家事ができないというものがあると。で、これはね、やっぱり今ではブラブラ病って名前つきませんからね。やる気がないというのは何かというと、現代でうつ病と診断される。で、うつ病の中でね、ただね、大事なのはね、原因として思い当たる出来事がないけど、やる気が起きない、何もしたくない、疲れてダラダラしてしまう、そういうのをね、そういうふうになるね。で、もう今ずいぶん有名になりましたけど、 ABCC っていう機関があって、何かがあると必ずこの広島長崎が科学的な根拠の一つだけとかいうふうになるんですけど、何をしてたかっていうとね、この人はね、日本人の中なんで、ABCC の下で働く人もいるわけ、生活のためにね。人が死ぬとこの人が集めて内臓とか全部持って帰ってね、どうなってるか全部調べてるわけ。で、一番大事なのは、放射線被曝で一番大事なのはやっぱり子孫に影響するんです。我々じゃないんです、我々だけじゃないんです。我々ももちろん死んだりしますけど、がんになったり、子孫ずっとね行くわけ で、それはやっぱりアメリカも怖いから、被曝赤ちゃんを1200人調べて遺伝的影響は見られないって結論付けてるんですけど、影響が見られないなら1200人も調べるはずないんだね。逆に言えばね、1200人ってこれだけで300人ぐらいでしょ。それを解剖して調べるって大変なことなんだ。で、どういうふうに言ってるかっていうと、遺伝的影響はハエ等の動物実験では発生が確認されていますが、人では見つかってないから、放射能は人間に対しては無害だと言ってる。動物実験で有害が認められたら使えないんです、普通の薬はね。当然でしょ。放射線被曝だけはね、日本人間に起きてないから、起きてないっていうわけで、しかもね、見てください、危険率 0.数%。 で、 ABCC にいた医師の証言ではね、まあ、22% のやつが出てるとかね言ってるわけで、世界は恐怖する死の肺の正体でね、小凍症の子供とかね、いろいろ出てるわけで、明らかにねおかしいんですよ。で、その中でもでもやっぱり隠すからね、データとしては科学的な根拠はないんですけど、三波さんの証言っていうのが残ってる。で、これは非常にね、やっぱりデータではないけど非常に身に迫るのでね、私ここ持ってきてるんですけど、岡村久子さんっていう人がいる、ピカに焼かれて第13集で証言されてる方なんですけど、昭和20年当時、女川町で産院を開業していました。41歳でしたと。何も記録は持っていませんが、危険はたくさん出ました。当時は ABCC へ皆報告しなくてはいけないシステムになったと。危険が出ましても報告をする嫌う人もいましたので、しなかったこともあります。さっき出ましたね、 ABCC ね。で、どういうふうに言ってるか、一番多かったのは都心でございましたと。それも口蓋裂もあって、泣くと喉の奥まで見えるんです、お乳もの目。口蓋裂っていうのはベロを上につけると蓋になってますね。だからあそこが抜けてるわけ、だから鼻の奥が見えるわけ、牛乳も何も吸えないわけね。それから四肢過剰、だから指が5本6本あったりするわけ。それから鎖口、肛門が開いてない。都心や他市は数が多くございました。分娩で頭の先が出ましたら、今度も都心じゃないかしらと思ったら、やはりそうで、そのたんびに憂えていた。ああ、どうしてこんなに都心が生まれるんかしらと思いました。数字どこもないですよね。だけどこれが嘘のはずはないと思うと思うんですよ。それは科学的なね、医者は当然認めないだろうけど、これ本当の文章。次ね。すぐ近所でございましたが、2軒に同じように耳のない子が生まれました。さっきウサギありましたね、耳のないね。その一人の赤ちゃんのおばあさんは産婦人科の看護部長をしておられました。危険が生まれたということで、すぐに電話に
病院に電話をされたらしいですが、先生が来られた明くる朝、赤ちゃんは行きましたからね。もう一件は可愛い女の子でございましたが、おばあちゃんは火葬場に持っていくまでは泣き出しはしませんからと言っておられました。これは薬を使ったんだなと私は思いました。もちろん家族は何も言いませんし、私も聞きもしませんでした。元気な子でしたからね。やっぱりね、これ嘘書こうと思って書けないよ、これはね。だから耳のない子も生まれてるわけで、原爆消灯時というのが1957年の死の範囲の正体という中で出てるんですけど、その後隠されてるんです。存在を隠し続けてるわ、日本政府ね。だけど何かね、キノコ会というのを立ち上げて、中国新聞の人が掘り上げて、どうにか見つけてね、中国新聞ではね、中国放送では放映されるようになったんですよ。今ではね、確か22人がね生きておられるわけですよ。でこの時の原爆消灯時を産んだお母さんは何て言われたかというと、栄養失調でしょうと、あなたの背負った十字架だと思ってくださいと突き放されてるわけ で、その後でやっぱり被爆の影響だろうということで、どれだけ知能の低下がありますかということを調査しに来てるわけです、 ABCC がね。で ABCC は胎児が生まれた時に遠い頭のところをね、わざわざ全部書かせるようにしてるんですよ。これがね、知ってる証拠なんです。でも起きてないって言ってる。でこの間私テレビ見てた立花隆もね、起きてないって言ってる。どっか長崎かなんかのお医者さんもね、 ABCC で認めてないから起きてない、起きてるんですよ、被爆でね。原爆消灯時、私この本ちょっとまだ途中なんです。キノコグマの下から明日へっていう斉藤敏子っていう人のなんか女優かなんかだと思うんですけど、ね、郷土の母体の栄養失調が原因でお気の毒と思うが、これも親子の担う十字架と、被爆児童に知能低下が見られるようなので成績表を見たいと言われて、 ABCC の調査に協力させられたが、原爆との因果関係認められなかったと書いてある。で死の範囲の正体の中にこうやってね、さっききゅうりの融合のやつ見せました、こうやってこう出てくる。で消灯時はどうにか脳が出るんですけど、無脳児っていうのがいっぱい生まれてるわけ で、チェルノブイリでもね、こう手足がなかったりとかね、こうひしゃげたような顔とかね、セミパラチンスクのソ連実験核実験場でもやっぱりものすごい人危険が出てきて、でイラクのファルージャ、これ一番問題に福島までなってたんですけど、ここはものすごく戦闘が盛んなところで、劣化ウラン弾をもう何百トンで使ったんです。そしたらこういう6本ね、これは可愛い方なんですけど、もうね、で危険が出てるのに、米国の今、これ最近の話ですよね、イラク戦争。米国の公式発表ではね、年に2例なんですよ。でそこ現地でも今 YouTube があるんで、いろいろファルジャで見れば出てくるんですけど、現地のお医者さんは何て言ってるかと、何言ってるんですか、日に数例ですよと、でどん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 増えてるって言ってる。それが隠されてるわけですよ、核兵器使えなくなるからね。で湾岸戦争に行ったところもやっぱり使われてるんですけど、この子はね目がないんですけどね、だお父さんが行ってお母さん行ってないんですよ、もちろん戻ってきて子供を作るとこういう子が生まれるわけ。なぜか、やっぱ精子は分裂が盛んなのでね、女性は一つの卵子を非常に大事にますけど、男性はもうどんどんどん作っては捨てなんですけど、大元がやられるとやっぱこういう危険児が生まれてくる。だ男女に限らず被爆にはものすごく弱いんです。男が強いとかいうのはない、女も弱い、女はもちろんお腹の中で育てるんでね、さらに大事ですけど、男だって弱いんですよ。で放射能によって引き起こされるのは、今認めているのは白血病、白内障、甲状腺がだけなんですけど、ウクライナの政府報告書を見るともうね、心筋梗塞、狭心症、脳血管障害、気管支炎、抗原病増えてますからね、全部入ってるんです、全身病なんです。これは被爆した人がみんなね、手記で残してます、原爆病でね。さっき出てきた橋爪分散っていうのは SLE になってたりとかね、がんにもなる、いろんなのを引き起こす、わけわからないんです。で放射性要素はね、甲状腺がんで先ほどの方に言われてましたけど、怖いのはやっぱ3、5年後は増えてないんですよ。それから急に増えるわけですね。でチェルノブイリに首飾りって言われて、でもどのくらい増えるかってね、これ2010年ぐらい、どんどん増え続けてまだピークアウトしてないんです。これからも増えるだろうって言われて、それぐらい恐ろしい話です。でこの人鈴木真一、多分
もう何度も言って腹が立ってる人もいると思うんですけど、甲状腺がんは3名プラス7名、チェルノブイリ事故では被爆から最低 4,5 年後に甲状腺がんが発生しておりね、総合的に判定被爆の影響は考えにくいと。でこの人チェルノブイリの7分の1に過ぎないって言ってるんですけど、嘘でしょ、7分の1ってね、チェルノブイリの7倍だっていうなら分かる。で要素はやっぱり東京に行ってね、で東京の子どもたち、この間もちょっとつい先日出ましたけど、長崎とか入れてもね、3、4割にね、農法が見つかってるから福島安心だとか言ってるんですよ、ね、ただね、見てくれ、チェルノブイリの甲状腺がんが増えた時にこの重松実を IAEA の調査団の団長が何て言ったか、広島で小児甲状腺がんが出るまでに十数年かかっているのだから、こんなに早くチェルノブイリ被災地で多発するはずがない。同じことですね。病気は放射能に対する恐怖心から起きると言ってるんですよ。同じこと言われてるわけです。チェルノブイリでより早いから違うっていう。でこの人はね、ちょっと余談になります、水俣病、痛病でね、水銀カドミウムを否定した人なんですよ。その栄誉をたたえて叙勲までされてるわけね。それが日本っていう国なんですよ。だからそのさっきの要素のやつはどう考えるか、大本営発表と考えてください。大本営発表はね、例えばこう昭和19年10月13日は我が航空部隊は10月12日夜台湾東方海面において敵機動部隊を捕捉し夜半に渡り、またこれを攻撃して撃沈したとかっていうのをやるわけだけど、この大本営はやっぱりこれだけ見たらわからないですけど、昭和17、8年はね、南方のビルマとかでやってるわけ、それが台湾に来てるわけ、勝ってるのに。その後沖縄に来るわけで、空からはバン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 空襲が起きてるわけ、どう見ても負けてるわけですよ。だけど勝ってるわけね、この台本。だから時系列で見ればわかるわけね。だからどういうことを考えるかといったら、嘘は言わないんだからね。チェルノブイリ被害が早いっていうことはどういうことか、素直に考えれば実際の被害はチェルノブイリを上回ることになるということなんです。被爆の影響じゃないというわけじゃない。だからそれは広島よりチェルノブイリがひどかったように、チェルノブイリよりひどいのが福島なんですよ。そういうことなんです。で放射性セシウムもね、いっぱい出てる。セシウムっていうのはどこにあるかって言ったらカリウムの下にある。でセシウムセシウムって言ってね、よくわからないんです。で除染しにくいっていう話は出るけれども、わからないからちょっとセシウムの性質をちょっと次の動画で見せてみますね。Now for sodium. これナトリウム。The same sort of thing happens, although the reaction is a bit more big. ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウムなんです。All the alkaline forms reacted water in the same way. Let's see an equation for the reaction. だからナトリウムに水を足すと水素が出る。Produced, and the metal dissolves to give an aqueous cation with a single positive charge.でカリウムね。Now for potassium. This time you'll see a flame. The heat given out by the reaction is produced so quickly that the hydrogen gas catches fire. It burns with a lilac flame. The next element is rubidium. Rubidium ここね。This time we put a safety screen between us and the reaction. You can see that things gradually become more terrifying as we go down the group.シージアンってのセシウム、次セシウムね、見ておいてください。だからセシウムっていうのはものすごく反応性が高いんです。ナトリウムは原発でね、半原発でやってる人ご存知でしょうけど、文字で使われてるわけね、高速って。あれですら危ないって。セシウムはもう桁違いでしょ。これだけ反応性が強いんだから、塩害で取れないでしょ。塩害もね、なかなか取れないんです、塩水も。塩害のはるかに強いセシウムがね、そんな手で拭いたりとかね、何たしたりぐらい取れるはずはないんですよ。でもこういうのはね、多分見たこと、これ見たことある人います？あ、何これ、あります、ね、多分 NHK ではやってないと思うんですよ。 NHK でやればね、セシウムどういうものか怖いなっていうのは誰でも分かる。でもこれしたらね、除染できないっていうのはバレるから言わないわ。まあ簡単ですわね、水に入れるだけなんて誰でもできる。で怖いのはそういうやつが来ると循環器系の疾患がほとんど占めちゃうわけですね。だから突然死ね。で筋肉にあるセシウムが
セシウム心筋症というのもあってこうやってバラバラになってしまうわけなんですけど、これはねバンダジェフスキーという人が調べてるんですけど、これはやっぱり放射線だからこうなるわけじゃなくて心筋梗塞になるとこうなるらしいよね。でその中にセシウムがあったっていうことしかわからないから、セシウムが本当の原因かどうかは言えないわけですよ。で隠せるわけね。でチェルノブイリ事故の疾患推移を見ると3年4年ぐらいはねほとんど増えてないわけ。4年5年後6年後にものすごく増えて、循環器に至ってはねこれ10万人あたりで10万人が6年後には病気になる。で今日本はどうかって言ったらね2年後で増えてるからね。なんで増えてるか、この人東北大の循環器内科の下川先生っていう先生がいるんですけど、東北東日本大震災後に心不全が優位に増加してる、脳卒中も増えてる。特に心不全の増加は過去の大震災疫学調査では報告例がないと、東日本大震災の特徴の一つだと学会発表とかね。じゃあ過去の大震災になくて今回あったのは何か、放射能でしょ。これは放射能ですよということなんですけど、なんて言ってるかというと東日本大震災ではストレスが大きかったって言ってる。で九死ね、48歳のプロゴルファーで群馬の出身の人なんですけど、ピンピンして出発の時はいつもと同じ様子でしたと、心臓が悪いということもなかったのに死んじゃってるわけ、タイでね、客死してるわけです。って感じだ、何の異常もなく2013年1月6日だ、セシウム心筋症じゃない。でストロンチウムね、ストロンチウムなんで怖いか、ストロンチウムっていうのはカルシウムの下にある、カルシウムの下にあるっていうことは、カルシウムは骨にあるのはみんなご存知だと思うんですね、骨で強くする。ストロンチウムだから骨にくっつくわけで、骨にくっついたら離れないんですよ、一度くっついてしまうとね。そうするとここでベータ線を出す、骨髄には、ね、骨の中に骨髄っていうのがあるんです。骨髄は何かって言ったら血液の膨張なんです。だから白血病が増えるんじゃないですかね。でこれ口から飲んだ時にどれぐらいで蓄積するかって言ったらね、もう数時間でねくっつくわけですね。そのぐらい早いんです人間の代謝はね、その核医学とかの注射を見てもね。だからもう入れたら出せないんですこれは。で私これを入れることによってね、やっぱり郡山とか、まあ、東京もそうですし九州もちょっと増えてます、骨折が増えるんだろうと思うんですね。カルシウムとはちょっと似て非なる金属だからね、それがあるとね骨折しない、こんなことで骨折するはずないのにっていうね、小中学生が結構骨折増えてるはずなんですよ、増えてるんです、少なくとも東京ではね。で福島の子供たちこうやってねこういうフィルムバッジ持たされてる、近畿大学から寄贈って安全って言われてね、安全って言われてこんなの持たせるって言ったら普通ならおかしいと思うわけ。福島のキッズボイスっていうのがあるんですけど、ああいうの持たされて安全安全ってね、いい偉い人みんな言うんだけど、子供はやっぱりほら裸の王様で見たようにね、大人が裸だなと思ってもバカって言われるのが怖いから、うわ立派な衣装ですって言ってるように騙されるんだけど、子供はそういうね権威には強いから、強い力わからないからね、無視する。だからこれ多分小学校 1,2 年の文章だと、私は何歳まで生きられますかと、なんで私だけ健康しないといけないんですか、毎日長袖長ズボンマスク帽子でとても暑い日を行っていますと、外でも遊べません、私のお母さんはいつもニュースを見るかパソコンしてますって、こういうことをね書いてる 国民がいるわけですよ。こういうのにね私非常に腹が立つのはね、カンボジアの難民を助けましょうって、カンボジアも大事でしょ、それよりでも福島の子供でしょ、まずね自分のところの子供も助けていられないのにね、アフリカも大事ですよ。でもやっぱり日本の国民をね助けずしてね募金とかしてるのを見ると非常に腹が立つんです。こういうの子供が書いてるわけですよ、子供は分かってるわけですよ、騙されないから。でまた山下真司出てきましたけど、放射線リスクアドバイザーのこの人こういうこと言って、現在は20歳以上の人のがんのリスクはゼロですと、ですからこの会場の人たちが将来がんになった場合は今回の原発事故に原因があるのではなく日頃の不節制だと思ってます。これね言葉を変えると、ね、選挙権があればがんにはなりませんよって言ってる。がんのリスクが上がるのは年間100ミリシーベルト以上で、それ未満であればリスクはゼロと考える。こういうね嘘をね言ってるわけですよ。ちょっとこんな感じ。
で内部被曝をねじゃあ調べてくださいということでちょっと私も時々電話かかってきて困ることあるんです。このプルトニウムファイルっていうのがねあるのでこれぜひ読んでみたいいただきたいんですけど、これ再版になったんですね。1990年ぐらいに出たやつが再版なんですけど、これはねどういうことかというと核兵器を使いたいわけ米国はね。で核兵器を使うと自国民の自国の兵士もやられる。だからその人が助かるかどうかを客観的に調べたいと、指標がないかっていうのでもうありとあらゆる実験、広島長崎なんかねまあ大した人数として多いけど実験の質として低いんですよ。それがいっぱいある、ね、中にこう爆心地に向かわせたりいろいろやってるわけ。でもいろいろ調べて500兆円使ったと言われてるんですね、マンハッタン契約に。その後ね冷戦のやつ、信頼に足る生物学的占領権を見つけるには至っていないと。結局いろいろやったけどすでに日本の被爆者で分かっていた障害、つまり吐き気や食欲不振、脱毛などがいつ始まりどの程度の症状がどれくらい続くかが一番いい指標ですよということに落ち着いたって書いてある。だからホールボディカウンターとかあるけれどもそれだけじゃ分からないわけ。分からないから裁判で未だに使えるわけね。だからこんな症例増えてませんか。冠動脈に全然異常がない心筋梗塞ね、骨折ね、 IUGR 子宮内発育不全、これね早産がものすごく増えてるんですよ。で未熟児が増えて、どっかの大臣はねしょっちゅう福島に行ってた大臣の子供が半年以上早く生まれて亡くなられてますもんね。で乳幼児の先天性障害ね、心奇形、これ心奇形が増えるの分かってるから今なんて言ってるかって言ったら知ってます、風疹が増えてるっていうことになってるわけ。風疹が増えると心奇形で、風疹は不健性感染もあるから花粉症の症状がなくてもお母さんこれは風疹にかかったんですよ、心当たりないんだけどっていうことにするために今一生懸命風疹を言ってるわけですよ政府は、 NHK はね。で無能児が出てもねあれ風疹のせいだろうっていうことに隠すわけですよ、ね、あと急性胃腸炎がねものすごく増えてますね。芸能人のブログを読むのが好きな人はね見るとね胃腸炎で入院して、今までね胃腸炎で入院することはないんですよ、お腹が痛く腹痛でね、それがどんどん増えてるっていうことはねやっぱ何か起きてるんですよ。で瓦礫を焼却しだしたらねもうどんどんね、それまではこう、私これ熊本のやつなんですけど、雨が降ってもね線量上がらなかったんですけど、今雨が降るとねどんどん線量が上がるようになってるんですよ。だから今大阪で瓦礫燃やしてますね。だから徳島近いんでね、さっき最初の分布図見だから雨に絶対濡れたらいけないんです、子供は特にね、線量上がりますから。でチェルノブイリのバンダチェフスキーという人は、日本はひどいんですよ本当にね、このような形で情報を隠し続ければ数十年後には日本人という国民が本当にわずかになってしまう。日本は物流が発達してるからね、全然隔離せずに食べては応援でしょ、本当に少なくなると思う。だからウクライナ、ベラルーシ、ロシアはね全部ね下がってる、3年後ぐらいから人口がね。でこの辺りはね結構子だくさんのところだからずっと増えてた。日本は今どういう状況かって、もう高齢社会でしょ、もうお母さんが1人産んだら2人産んだらものすごく多い方なんです子供。その状態でこれになるとねもうどうなるか想像がつくんですよ、そういうことなので除染ね、除染ができないから福島の人は帰れないってもっとしろって言ってるんですけど、あれはね除染というのはもう核兵器をやる限りやらないといけないやつなんですよ。だソビエトも米国もフランスもイギリスもねみんな苦しめられてるわけ、自分のところ核兵器工場あるからね。でも全部諦めてるわけです、閉じ込めるしかないと。で放射性セシウム、さっき見ましたねセシウムね、放射性じゃないけど非常に反応しやすい物質で常に他の元素と結合した状態で発見されている。これチェルノブイリの話ね。 IAEA が行った環境影響調査では屋根材やコンクリートにも容易に結合している。そうでしょう、あの爆発見たらコンクリートなんてすぐ簡単にくっつきますよね。だから剥がせないんですよ、あんな高圧洗浄なんかしたってね何の意味もない。でチェルノブイリはもう諦めてどんどん廃損を増やしてる。で日本のまあ飯舘とか福島の村市村長市町村がチェルノブイリに見学しに行ってるわけで、除染はできませんよって言われるわけ、チェルノブイリの人にね一生懸命やったけど、あそこは軍隊で本格的にやってるんです。
そうすると日本の視察に行った役人は何て言ってるかというと、非常に厳しいことは分かったがやるしかないと言ってる。何のために行ったのかね。なぜ除去できないか。反応が激しいのと、もう一つものすごく薄いんですよ。どんなふうに薄いか。例えばチェルノブイリ強制区域基準ね、148万ベクレル、約 5.2 マイクロシベルトの汚染がどのくらいかというと、食卓塩ありますね。これね、これの塩一粒を水に溶かして30坪に散布して、だから、まあ、例えばこのね、ざっとですけど、ここのエリアに塩一粒か二粒を水に溶いて、ハハハッとして除染してくださいって言って、取れますか？取れないでしょ。ここにピンって一粒やって、みんなで一生懸命探しても塩粒が見つからんですよ、結晶の状況でもね。それを水に溶かしてばらまいて、屋根とかなんとかに全部つけて取ってくださいって言ったら、もう簡単なのは壊すことでしょ、潰すことしかない。だからソビエトはそうしてる。だから昔はね、大本営発表でさっき出ましたけど、アメリカを倒すのに滝槍で使おうとしてた。もう誰が見てもダメなんです、勝てないんです。でも本土決戦やる気だったんだからね、日本人ほとんど。でなんか反対するとお前非国民って言われる。こんな竹槍で勝てるはずないじゃないかって言ったらね、お前は大和魂が足りんじゃん。それと同じなんで、高圧洗浄機で取るっていうのはね、取れないんですよ。で取れないって言ったらやっぱ大和魂が足りんって、やり方が悪いっていうことになってる。同じなの。で福島はね、最初に2011年11月でこうやって高圧洗浄使ってる。まあちょっとハイテクな気がしますよね。そしたらこれはだってばらまいてるだけだからね、くっついてんの。今奈良派ではどういうことで、2012年10月とキャプチャーして服でボロ切れて拭いてるのに瓦、これが女性なの、最新鋭の日本の。これで取れるのはね、雨で流れますよ。でこれでお金もらってね、お金払って作業員がちょっとしたあれでピンハネしてゼネコンが儲かってるわけですよ。こんなことする暇があったらね、その避難させるための金を使えと思うんです私。で最後のありましたが、原発の配置ね、これ福島第一です。最初の方に長官図で見せましたけど、 1,2,3,4 でこれ見てください。海岸べりにきれいに並んでますね。これ地盤がいいということを意味してる。浜岡防波堤作りました。見てください、この防波堤ね。笑いが出るはずなんですよ、みたいな。あの東日本大震災の津波見てね、これで防げる、お前バカかって思うと思う。で防波堤を作ってね、さらにダメなのはね、ここに作るわけなんですけど、ここに取水槽っていうのがある。でここに取水塔があって、ここにね、ポンプ、海水ポンプ使うわけですけど、津波っていうのは海の水が上がることでしょ。そうするとここの水が上がったらどうなるかって、ここも上がるでしょ、サイフォンの原理でね。で一瞬で海で来るわけじゃない、20分も30分も高いのがずっと続いてるわけでしょ。とここから溢れるだけわけ。そうするとここに水が溢れるわけですよ、当然ね。サイフォンの原理なんか誰でも知ってる。ここにいくら、いいですよね、ここにいくら作ってもね、この辺から吹き出してくるわけですよ、つながってんだから。何の意味もないでしょ。これで一線をかけてんね。そう、バカなんですね。で活断層が危ないというのは風評という人まで出てきたんです。首都大学の山崎、活断層が危ないというのは風評で、原発反対運動の口実として使われていると出ましたね。耐震設計で活断層の強制は可能、強制してくださいと。で最後に何ですか、地震の揺れ自体で死者が出ることはないだろう。そりゃ揺れただけじゃ死なないですね、建物が壊れて死ぬんだから。これね、大学の教授なんですよ。お金もらえば何でもいいっていうことで。そしてふざけた再稼働安全対策ね、防波堤作って放水路をつないでね、ごまかしましょうと。でここから非常用電源をしてるっていうんだけどね、これ話にならないね、これね。ここからもう漏れ出すのしてるんだから、もう避難もできないしね、もうここは捨てるっていうことですよね。これで福島があったらこれで収束できるかってできないでしょ、何も変わらないですよ。で私特におかしいと思う、泊まりね、寒冷の地に
泊まりの冬にこんなことになったらどうします。これ放水路凍ってて使えないですよ。もうしたらそしたら電力会社はね、外気温がマイナス30度だからセシウムすぐに冷えて凝固しますとか言いそうですよね。言いかねえんでしょ本当に。じゃあ伊方原発ね、伊方原発は佐田岬のここにある。そして南海トラフ地震に入ってるんですけど、ちょっと調子がね、中央構造体の上にあるわけですよ明らかにね。ちょっと離れてるって、もう離れてるも何も、もう一緒なんだ。だから伊方原発っていうのは最も危ない原発なんですよ。まあ、浜岡も危ないけどね、2番目に危ない。だけど伊方が次の狙われてますからね、再稼働でね、断層がないっていうことで、断層あるんでここなんだから。そして伊方原発と福島原発何が違うかって見てください。伊方原発はさっき福島見せましたけど、広い広大な土地だったでしょ。伊方ここなんだ、ここ山なの、何もないんですよ。で福島は収束の時にこうやってタンク類がねいっぱいあるわけです、設置できてるわけ。じゃあ福島の敷地はどのくらいかっていうね、350万平米ある。伊方はね86万平米、埋め立てがしかも15万平米、福島の4分の1しかない敷地がね、何もできないんです。事故があったらねほったらかして逃げますよ四国電力はね、もう間違いないですよ。何もできない、そもそもアクセスができないんです。ここはね、これでここに何かあったらもう行けないでしょ。福島4区横にずらんと並んでたからなんとかなったけど、言い方もできない、限界もそうなのね。でもう四国電力の体質がねあまりにひどかったんで私びっくりしたんですけど、伊方がここ大津町っていうところで発表し説明して、2011年7月の説明会ね、事故が発生した場合放水ここねに放射性物質は飛んでこないのかって当然聞きますよね。読んでよなんて答えた。大津市へ飛んでくるまでに拡散するし強風の場合は通過するだ。いや笑われるけど本当にそう言って新聞記事にもなってるんですよ。私電話したらね、いや私がそんなこと言ってないとは言ってたけど、こういうこと平気で言ってごまかされてるんで、これでスルーしてるんだからね、話にならないの読んでよ。じゃあこれからどうすればいいのかね、ちょっと長くなるんですけどね、雨には濡れないでください、内部被曝をできるだけ避ける、もう再稼働なんか話にならない、絶対ダメなんですけどね。ただしいろいろやってきますから、ああもう大井が稼働したからダメだじゃない、しつこくやり続けるしかないんですこれね、次世代にバトンを渡すためにね。で味方を増やす、両親知り合いでもいいでしょ。でただねやっぱりあれなのはね、団体を作ってその下の下でやると団体の上の方にね金で介入するんですよ絶対ね。だから一人一人が自分の力でね考えて動けばいいんです、そういうのさせないと。だから私イナゴのようにって言ってるんですけど、イナゴっていうのは大群で襲うと、あれ頭がいないからね、軍隊がいくらやったって人間には対抗できないんですよ。一つやっつけたってどんどん来るからね。だからそういうのぐらいやっぱり自分で考えて自分でやらないといけないんです。この人の下についてやりましょう、はい右って言ったら右じゃダメなんです。やっぱりその参加するにしても自分の頭で考えてください。あとねここ書いてある四殿の本殿に抗議電話された方おられます、この中でもしおられたら電話して、ほとんどおられない、やっぱね電話しないといけない、営業本店にもね、ほんなら再稼働する。あともう一つ大事なのはね、営業所にも電話してほしいんだよね、営業所お客様から。私九電の営業所に電話したんですけど、原発をやめてくださいって言ったらね、九電なんて答えるかって言ったら、うちに言われても困りますよね、本当ですよ、自分の会社の発電所と思ってないんです。だからこれぐらいの人でもね、自分の管轄の営業所に文句が電話を1本でも入れたらね、営業所が束ねて本店に言いますから、本店にいくら電話してもね、海鮮山鮮の食えないやつが出てくるだけでね、のれんに腕押しなんだけど、営業所にねぜひ電話してほしいんです。1回でも2回でもいいからね、ぜひ会ってほしい。で例えば学校給食の問題ね、営業所のほとんどはね気にしてませんから、放射能汚染は椎茸多いの分かってるのにね、100ベクレルまで国が安全と保証していると、だから使う椎茸の放射能より栄養素がない方がいかん、これが栄養士のほとんどのね、たまに良心的なのいるけど。でこの長崎重信はね、これ今安全安全って言ってる人間なんですけど、
昔1988年何て言ってたかというと、長崎の科学者の責任と思って少量のアイソトープでも日本の原爆被爆者の調査では害があると発表してる。ソ連のアイソトープというのは放射性物質のことね。1988年はね、やっぱちょっとでも危ないっていうことを言ってたくせに、今福島が起きたらいくら食べても安全って言ってるわけ、いうことを変えてるわけで、輸血の被爆の問題ね、これもね無視されてますからね。これをちょっとほじくっていろいろ大変だった方おられるみたいですけど、臓器に入ってたら血液に絶対入ってるんですよ。で輸血をされるとセシウムが入ってくる。でそういうことを言うと、バカなこと言うなと、セシウムはね、セシウム、うん、輸血はセシウム137で処理しているって言うんですけど、それは外部照射ですね。だから、まあ、ちょっと汚いんですけど、例えば缶詰があるとしますね。外部照射っていうのはどういうことかと、缶詰が便器の中にぼちゃっと落ちた状態ね。それ取り出してきれいに洗ったら食べれるでしょ。だけど内部被曝ってどういうことかって言ったら、缶が開いた状態でうんちがピッてちょっと入っただけなんですよ。それが内部被曝なんですよ。同じように見えて全然違うんだね。だから一言ではないと、あなた自身のもので、私ここでこういろいろ話してるとね、特に医師のところで多いんですよ。あ、君も大変なことやってるなって一言の人が多いんですよ。そうじゃないんです。自分自身も含まれてるんですよ、それね。で人間どころじゃないんですよ。人間はもちろんそうなんだけど、全生命の問題なんです。もうセミが減ったりとかね、2011年セミ減ってたはずですよ。去年はちょっと増えた、今年はどうかよくわからないけど、そういうことに目を向けてほしいね、放射能に対するエビデンスはね、核兵器大国のために全部隠されます、ね、で政府マスコミの情報ではなくて、ね、自ら調べてください。大本営と一緒です。それだけ見たって何も分かりません。そうじゃなくて、今までのニュースの流れを見てね、矛盾していることがあったらやっぱりおかしいと思わないといけない。それだけ信じてたらね、大本営で日本が勝ってるって思ってるのと全く同じです。で原子力村ね、偉そうなことしてね、再稼働再稼働って言ってるけど、何かって言ったらですね、あ、こっちはすいません、日本原電がねウランを売却してるわけ。なぜかって言ったらね、銀行から1000億円返せって言われて金が足りなくなってきてるの、実はね。でウラン売却してる。だからそういうことが起きてるんです、すでにね。だけどなんで止まらないかっていうと、この間ねアーミテージとナイっていうのがアメリカの有力者が来たんですけどね、日本の原発ゼロは容認できぬっていう文句言ってきた。これ明らかにね国内問題のはずなのに、米国の重鎮が出て日本を脅してきてるわけね。でこれを日経が喜んで報道するわけですよ。こういうこと言ってるぞと、アメリカの重鎮がね、だから日本は原発動かさないと殺されるぞみたいなこと言ってる。そんなことない、我々のことのことなんだから。こんなことが誰と言うと一緒なんだ。僕もオスプレイと一緒なんだね。で最後の私の方の情報発信ね、ブログのアドレスは新聞記事に書いてありますので、まあ、読んでいただければと思いますね。で政府のマスコミの報道一番当てにならないんですけど、第一報を重視してください。一番最初に出てくるのが本当のことが多いんです。とんでもないことがね、その後ね、いや安全でしたって言うんですけど、そういうことはない。最初のやつが情報が本当かもしれないと思って記憶に留めておいて、大本営してるかもしれんと思って聞いていくと、大体真実が見えてくる。だから本物の情報は矛盾がないんですよ、ね、あれこれ言わなくていい、シンプルなんです、答えはね。それを無理やり嘘をつこうとするから、もうあっちこっちで嘘ばっかり出てきてね、わけわからなくなる。自分で調べないといけない。私がここでペラペラ喋ったこと、ああそうか、大変だな、じゃいけないんですよ。やっぱり自分で調べてね、自分なりに考えて自分なりに解釈しないといけない。ちょっと宣伝ですか。It is on this night in Vatican City that an ancient ritual is taking place. The new pope is yet to be selected as we see the black smoke coming from the chimney of the Sistine Chapel. Watching and waiting. Which is why this is the perfect moment for our revenge.
宣伝作ってもらってるんですけど、ね、で、あの後ろのでちょっと販売してるんでちょっと宣伝 DVD の青っていうのがあって、これはあの本とセットで1500円で売ってるんですけど、45分の講演とね、あと内部被爆と、これはそうね、内部被爆と外部被爆を詳しく説明して、あと原発立地のね、問題点を全国の原発の立地をちょっと Google から引っ張ってきて、ね、ちょっと紹介してます。ビジュアル的にちょっと本を補足する。でこれはね、今回の講演会を2回に分けてさらに詳しくして、あと環境省のね質疑応答が入ってますので、まあ、これもおすすめなので、ちょっとこの2つもまとめますね。福島の原発の汚染は止められなくて、放射能汚染は今後も継続します。これ誰にも止められないと思うんですね、残念ながら。で、汚染された瓦礫、放射能を含んだ商品に何ら規制がかけられず、内部被曝の被害はもう全国に拡散し続けてる。これね、日本どころじゃない、世界中が被害を被ってるんですね。だから飛田先生が言われてましたけど、もし放射性でね魚に何かあったら日本に300兆円のね賠償を請求するっていう話がもうで起きて あるらしいんですね。オリンピックどころじゃないんですよ、全世界の問題だと。だからできることをねぜひやってほしいと。自分に無理する必要はないんですよ。無理してね命を削ってやる必要はない、長い戦いだけど、だけど声を出し続けてください、自分のできることでね。そう思います。はい、どうもご清聴ありがとうございました。